マインクラフトのアンズです。皆さん卒業おめでとうございました。いや本当はもっと早くに投稿する予定だったんだけどね、ずっくるの遅すぎて卒業式がすでに終わっちゃってたんですよね。悲しみ。というわけで今回は日本の卒業ソングの代表曲、絶対これ1回は歌ったことはあるやろっていうくらい有名な旅立ちの日にという合唱曲の作り方になっております。以前サビだけの長さで旅立ちの日の作り方は投稿していたんですが、もっと長い演奏で作ってくれというご意見が多かったので、今回はロングバージョンで作ってみましたよ。とはいえフルバージョンで作るとなるとどーんでもなーく長ーくなって作るのが大変になりますので、今回はこの部分だけ押さえとけばなんかええ感じになるやろっていうエコロジー版の作り方になっております。まあ、さすがに今から作り始めると入学式が始まっちゃうくらい時間がかかると思うんですが、もし来年卒業する人に送りたいと思ったら今回の作り方を真似してみてください。さて今回の設計図なのですが、全部で105ページもある超クソ長設計図になっております。シーケンサーの長さは最大で100、設計図でいうと50ページ分しか作れないので、複数のシーケンサーをつなげて演奏する必要があるんですよね。複数のシーケンサーのつなげ方は3つあります。1つ、シーケンサーを直接つなげて無理やり折り曲げる方法。2つ、トリガーを使う方法。トリガーをシーケンサーの端っこギリギリに置いた後、起動すると送信するっていうところを設定。その後次のシーケンサーの受信しているとシーケンスを開始するっていうところをトリガーと同じチャンネル番号に設定します。3つ、シーケンサーのリバース機能を使う方法。こんな感じでこの字に曲がるようにシーケンサーを置いたら、2台目のこのシーケンサーの設定でパルスの方向をリバースっていう風に設定します。するとこんな感じに演奏してくれます。この3つの方法で複数のシーケンサーをつなげることができます。どの方法を使ってもいいので、自分の好きな方法でシーケンサーをつなげてみてください。詳しくは別動画で丁寧に解説していますので、よければそちらもご確認ください。それでは今回のシーケンサーの設定と使うミュージックブロックの番号です。めっちゃ長くて大変と思いますが、頑張って作っていきましょう。それではどうぞ。Thank you.
を使って音楽を作りましょう。最初にスマホを持った状態でオプションを開き、グリッドスナップの項目をオフから8に変更します。地面に床を置き、仕掛けの項目からシーケンサーを選び、上に重ねて設置します。ギャラリーの項目から縦8マス横8マスの格子模様の床が含まれるセットを選択し、シーケンサーの横に並べていきます。 8×8 の模様であればどの床でも使うことができます。設計図は一度に床2枚分を表示するので、床2枚ごとに目印を置いていきましょう。ギャラリーの項目からミュージックブロックを選択し、地面に呼び出します。左から四角で囲んだ音階と丸で囲んだ音階が並んでいます。設計図で音階を確認しながら、スマホを持った状態でミュージックブロックを選択し、床に置いていきましょう。演奏が長くなる場合は途中でもう一度シーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではミュージックブロックの種類に番号をつけて解説しています。ミュージックブロックを出び出した直後のプレイヤーに最も近い手前の列を1番、奥隣を2番とし、一番奥の17番までの列を全て番号で呼びます。作り方は以上です。最初の設計図を見ながら作ってみてください。